皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。今回はお客様からいただいた質問にお答えをしていきます。 EAA をトレーニング前に飲めばトレーニング後にプロテインは飲まなくてもいいんですか、という内容ですね。こちらにお答えをしていきます。結論から申し上げますと、 EAA とプロテインは関係ないと思ってください。トレーニング前に EAA を飲んだからといってトレーニング後にプロテインを飲まなくてもいいかどうかっていうのは分かりません。なんでそういう回答になるかっていう説明をね、一つずつしていくんですけども、まずですね、 EAA とプロテインというのは全く別のサプリメントなんですね。トレーニング後っていうことなんで、まあホエイプロテインのことを言ってらっしゃるという前提でお話をさせていただきますけども、ホエイプロテインの場合は牛乳を主な原料としてタンパク質を抽出したサプリメントですね。 EAA というのはタンパク質を構成している20種類のアミノ酸のうち、人間の体で作り出せない、合成ができない9種類のアミノ酸だけを取り出したものになります。なのでそもそもですね、アミノ酸の種類が全然違うんですね。プロテインは20種類全部入ってるんですけども、 EAA の方は9種類しか入っていないので、中身が全く違う別のサプリメントなんだということをですね、まずは覚えていただきたいなと思います。じゃあそれぞれの使い方、どういう使い方をしたらいいかっていう話なんですけども、まずプロテインの方は日々の食事で補えない足りない分のタンパク質を補給するための栄養補給のためのものだと思っておいてください。なので極端なことを言ってしまえば、筋肉をつけたい方、トレーニングをしている方でも食事で十分なタンパク質が取れていればプロテインを飲む必要って全くないんですよ。まあサプリメントメーカーのね、人間がこれを言ってしまうのはどうなのかっていうこともあるんですけども、まあね、私個人としてもね、企業としても正しいことをしっかりお伝えをしていきたいので、トレーニングをしている方に必要なタンパク質でだいたい体重1キロにつき 2g ぐらいと言われています。なので体重70キロの方であれば 140g っていう計算になるんですけども、まあその 140g のタンパク質、1日のね食事から取れてる方であれば、別にプロテイン飲まなくてもちゃんと筋肉つけられますし、わざわざねプロテイン飲む必要も実はなかったりするんですね。ただその 140g のタンパク質を、例えばこうお肉から全部取ろうと思うと、1日に 1.2 キロぐらいお肉を食べないといけないんで、なかなかね1日の食事でそんなにたくさんお肉毎日食べられる方ってそんなにいらっしゃらないと思うんですね。なのでお仕事中の間食とかですね、それこそこう朝起きて食欲のない時とか時間のない時なんかに、こうタンパク質を手軽に補えるための栄養補給としてプロテインを活用していただければなと思ってます。でそのプロテインを飲むのにこうおすすめなタイミングの一つというのがトレーニング後だったりするんですね。やっぱりトレーニング後っていうのは一番体が栄養を必要としている時なので、トレーニング終わってすぐにこうお弁当出してお肉食べれる方ってそんなにいらっしゃらないんで、プロテインを飲んだらいいですよっていうのが、いろんな方がねおすすめをしている飲み方の一つでもあるので、まあプロテインは足りない分のタンパク質を補うためのものだというふうに思っておいてください。じゃあ EAA はどういうものなのかというと、どちらかというと普段必要としている栄養を補うというよりは、トレーニングの時に特に必要になる、特に使われる栄養を補給してパフォーマンスを維持したりとかですね、まあ場合によってはパフォーマンスをアップさせるような効果を狙うものだと思っておいてください。なので EAA を飲んでおけばタンパク質は取らなくてもいい、プロテインを飲まなくてもということでは全くないので、勘違いをしないようにしていただければなと思います。 EAA に含まれている必須アミノ酸9種類というのは、人間の体で合成ができないので、お肉、お魚、卵のようなタンパク質を含んだ食品から摂取をしないといけないアミノ酸になっています。トレーニング中というのはエネルギー不足になりがちなので、エネルギーが足りない時っていうのは体の中にあるアミノ酸からエネルギーを作り出そうとします。場合によってはね、アミノ酸も足りなくなって筋肉を分解してね、そこからこうアミノ酸
ノ酸を取り出してエネルギーにするなんていう、こう働きも体にはあったりするんですけども、エネルギーの消費が激しい時なんかはアミノ酸をエネルギーにして体を動かそうとする働きが人間の体にはあるので、どうしてもですね、激しいトレーニング、スポーツをする方というのはアミノ酸が不足しがちなんですね。その中でも特に人間の体で作り出せない必須アミノ酸というのは不足しやすいアミノ酸になるので、トレーニング前とかトレーニング終わったすぐ後とかにですね、その必須アミノ酸9種類を補ってあげることで体の回復を早めたりとかですね、パフォーマンスを運動中ねキープしたりとか、そういう効果が期待できますので、必要なタンパク質をカバーするための栄養補給とはまた別のものなんですね。なのでトレーニング前に EAA を飲んでおけばトレーニング後にプロテインは飲まなくていいかというと、必ずしもそうではありません。例えばその質問者さんが結構ねたくさん食べる方で、朝からねしっかりねお肉お魚食べれますよと、食事から必要な分のタンパク質が取れてますよっていう方であれば、トレーニング前に EAA を飲むだけで大丈夫かもしれないですし、逆に忙しかったりしてなかなかこう食事だけでは必要なタンパク質が確保できませんというような場合であれば、トレーニング前の EAA だけでなくてトレーニング後にプロテインを飲んでいただく、場合によっては他のタイミングでもプロテインを飲んで補給をしていただくっていう必要があるかもしれないので、そこはですねお客様のですね食事の内容を見ながらですね調整をしていただければなと思います。今回はですね、トレーニング前に EAA を飲めばトレーニング後にプロテインは飲まなくてもいいんですかという質問でしたけども、 EAA とプロテインは中身もですね用途も違いますので、それぞれの用途とご自身の食事の内容に合わせてプロテインも EAA も考えていただければなと思います。他にも何か聞きたいことがあればコメント欄に質問よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。